あなたの他に9人の人たちが非常に知的な宇宙人の親分に捕まってしまいました。この宇宙人は人間を美味しそうと思っているが、協調的かつ論理的な生物を食べるのは倫理的と考えます。しかし人間はどうなのかわからないので、あなたたちを試験することにしました。そこで翻訳機を通じて見張りの宇宙人が次のように言ってきたのです。これから前を向いて背の高さ順に自分の前の全員が見えるように一列に並べる。決して振り返ったり列から離れてはいけない。一人ずつそれぞれ無作為に白か黒の帽子をかぶせるが、各色いくつずつあるのかは教えない。私が合図したら列の一番後ろから順に自分がかぶっている帽子の色を当ててみなさい。ただし黒や白以外の言葉を使ってはならず、声の調子や大きさで合図してはダメだ。すぐに全員を食べてやるぞ。少なくとも9人が正解できたら全員を解放しよう。5分間話し合って計画しなさい。その後一列に並べ帽子をかぶせて開始する。全員が確実に助かる戦略があるのか。ここで重要なのは一番後ろに並んだ人。この人は全員の帽子の色が分かり、黒か白を使って合図することができます。ではこの言葉にどんな意味を持たせたら各自の帽子の色が分かるのか。それぞれの帽子の色の合計数ではありません。それでは2つ以上の可能性があるからですが、しかし数字が奇数か偶数かという偶奇性ならばどうでしょう。ですからこの答えは、最初の人が例えば黒い帽子の数が奇数なら黒といい、偶数ならば白ということです。帽子がこのような配分だった場合を考えてみましょう。一番背の高い人から黒い帽子が3つ見えて黒と言って、黒い帽子が奇数であることを知らせます。自分の色は間違えるかもしれないが構いません。一度の失敗は許されていましたね。次の人は奇数の黒い帽子が見えるので自分の帽子が白と分かり正しく答えられる。3番目の人、偶数の黒い帽子が見えて自分の帽子は最初の人が見た黒い帽子の一つであると分かる。4番目の人、それを聞いて偶数個の黒い帽子があるか探し、一人は後ろにいるからです。しかし黒い帽子は一つしか見えないので自分も黒だと判断します。5番目から9番目の人は奇数の黒い帽子を探し、実際にそう見えるので自分たちの帽子が白だと分かります。さていよいよ最後の一人になりました。9番目の人が奇数の黒い帽子を見たらその意味は一つしかない。この戦略ならどんな配列でもうまくいきます。最初の人が自分の帽子の色を間違える確率は 50% ですが、彼が偶奇性の情報を伝えることでその他の全員が確実に正解できるのです。まず自分と前方にある特定の色の帽子の数が奇数か偶数かを考えます。数えた数と合わなければ自分の帽子の色は特定の色です。そしてその度に次に並ぶ人は自分が目にする偶奇性を切り替えます。晴れて自由の身です。宇宙人は腹をすかすか、あまり論理的でない生き物を探すしかなさそうです。より魅力的な歴史、宇宙の冒険、めまいがするような哲学、自分の体に関するたわいない質問など、まずはこのチャンネルに登録してください。情報を逃さず、好奇心を持ち続けましょう。